また終点1戦目だった。さっきの動画あれじゃん、カロスとマルタマジが逆転しただけやん。というわけで1戦目は終点です。さあここで敗者側の勢いのまま本当の最終決戦に持ち込めるか、ケンソニック。はたまた勝者が優勝の勢いで、このまま優勝を果たしてしまうのか、ユズゼッタ。やはりキャラは、オゼッタとソニック。勝者側の決勝を見る限り、そうですね、ケンさん結構流れ乗ってたんで、まあなくはなかったですね、結構。お互いに勝者が優勝、どっちもあったんですが、ユズロゼッタが制していった形ですね。さあ、最終決戦、これどうなるか全然わかんないですね。ケンさんが五分に戻せる可能性もありますし、ユズさんがこのまま優勝取れる可能性もありますからね。さあ、ここはスピンをジャックで止めて、ここはウエスマー。後ろあったが、しかし、それでもダメージが入ってる。さあ、ここはスピンをジャークで止めて、ウィスマン。しかし、これはザスが、さあ、ここはスピンで火力取って、いくべ？これはまだ撃沈にはならない。たんで後ろ投げ、さあ上からさあ大丈夫。さあしかしここは空中しろダークで思考処理していく。横スマこれはガードないが、しかしガードしきれる。上スマ見せるが、しかしこれ当たらず。掴んで後ろ投げを選択。さあ、チコがそろそろ来て、さあこれチコの上妻だけにはもらいたくないぞ、ソニックは。しかしここはスピンからの空中ニュートラル、これが非常に飛ぶ。ロゼッタが軽いのもあって、これは非常に飛ぶ。さあ空中ニュートラル、さあジャックでスピンを止めて、ジャケットに追い出していく。ウィスマンを狙うが、しかしこれ当たらず、ここはダッシュで選択するから、かさずになってしまって、思うような展開が作れない。前投げでチコも一緒に飛ばしていく。しっかりガードを張って、さあスピンを避けて、ウィスマンやっていくか、しかしこれ当たらず、さあスピンをジャックで止めている。さあここはジャックからの空上、しかしこれは実践ならず。しかしここは相手の一瞬の隙をついて空中上を刺して、さあストック5分パーセントもほぼ並んでいる。ここでスピンの火力ヒット、火力を一気に 21% 稼いでいく。さあここはうまい崖ジャンプを利用して空中中を刺していく。そしてさらにスピンをで、ダメージを加速していく。掴んで、上投げから空中へ刺して、回避で連打で、しっかりかわしている。ジャックで、さあ、相手を崖外に追い出していく。さあ、チコ、ここで、飛ばして。さあ、このチコがいない状況、どう粘れるか。さあ、進ま、はい。しかし、これガード。さあ、122%、41%。上スピンを狙うが、しかし、ここは外してしまい、逆にスピンからの空中上をもらって、一本目取ったのはケンソニック。
2戦目は村と町です。さあ、ここは中でスピンを止めようとするが、しかしこれは勝っちゃわず、逆にスピンをもらってしまう。中でスピンを止められますが、ちょっとなかなか合わないと厳しいですね。さあ、これはスピン強い。なかなか勝っちゃわない。さあ、ここはスピン読みでジャックを置いてるが、しかしここはダッシュで回り込んで、火力を稼いでるケンソニック。さあ、流れがいいぞ、ケンソニック。そこはジャックで、これジャックではしっかり、スピン止められるはずなのでしっかりここは回避をしている。さあ 126% も一気稼いで、さあここはウィズマヒット。さあ村戸町非常に狭いステージなので、そうですね、ロゼッタの空中で結構バーストしやすいステージではないでしょうか。結構ロゼッタ側が選びたいステージですね。ロゼッタ側はしかしそれはソニックも一緒ではないんでしょうかね。おそらくバーストしやすいので、まあ、後ろ投げだったり、まあ、上投げだったりっていう、結構利点、ソニックに代わりも利点結構ありますね。これは大丈夫。これは着地狩りは、これは前投げ撃沈にならない。この冬季突破、おっとこれはバーネが当たってしまって、横島ヒット。さあストックを最近落としたのはケンソニック。さあ流れが非常にいいぞ。さあここは上で待って選択。さあここはスピン、やはりスピンはなかなか止められない。しかも勝利されてしまい、さあスピンからの空中ドル掴んで、さあダッシュガードをしっかり掴んでる。空中後ろ、さあこのウエスマン狙ってきた。しかし当たらず、しかしここは下球暴れ。そうダッシュへの反撃をしっかり横スマで最大リターン。ここはウィスマヒット。さあ2本目取ったのもケンソニック。敗者が分かって勢いがだいぶあるんでしょうかね。ケンさんのターンがずっと続いてる感じします。3戦目は戦場です。さあこの勢いのままケンソニック本当の最終決戦持ち込めることができるか。さあまずゆずさん、まず1本取りたいところ。1本取ったらだいぶ楽になるので、さあここは空中上と浮かした状況をずっと続けてる。ところ空下の目では繋がらず、これはしっかり復帰できる。ダークで暴れている。さあゆずさん、まず1本取りたい。
まず1本取ったらだいぶ楽になりますからね、本当に。さあ、しかし、流れはまたもや剣装肉といったところか。空中で繋がって。こら？さあ、ここ空中しろ。飛ばして、大丈夫。で、ここはダッシュで、相手浮かして。さあ、チコが来るまで粘れるか。タコは横スマしっかりガード。上投げろ。空中へ繋がって、空中へ。これは、ロゼッタの闇を見せていく。空中上のカス当てから、空中当て本当て。さあ、これはだいぶ大きいぞ。タコは空中にドラやって、まだ撃点にならない。戦場は広い。タコ空中下をヒットさせて、さあ 152%。 さあこれは空中阻止はしかし成功せず。さあ 167%、 33%。 まずとりあえずのゆずさん、ここはチコを、チコは来るまで粘ってほしかったが、しかしここはソニックの後ろ投げで撃沈されてしまって、ストックが5分。さあ状況はほぼ5分だが、リゾレッタがちょっとリードを奪っているところ。しかしソニックの火力ならまだまだわからない。ここは強気の強気にスピンからの空中曲がり。おっと、これは、おっと、これは、なんか、結構特殊なの今見せましたね。これは、スタスマ当たらず、着地はできず、逆しかし、ここは空中上割って、展開有利を継続。ウィスマ当たらず、しっかりウィスマかわしますね。さあ、これは、ジャックで止めようとするが、しかし止められない。スピンが止められ、なかなか止められない。さあ、空中後ろで外出していく。浮きは、あっと、これはウエスマの後ろ当て。ロゼッタにはこれがある。後ろに、後ろにも広いですからね、ロゼッタのウエスマ。さあ、これユウさん1本取り返していく。2戦目は、あ、4戦目はスマムラです。さあ、しかし、ケンさんまだ、まだ一本リードしてる状況。さあ、ここで、ケンさん勝って、最終、コントロール最終決戦に持ち込みたいところ、ゆずさんは、ここで勝って、相手に絶射を与えたいところですね。ここ取ると、ここ取ると優勝に大きく近づくので、さあ、この状況、このどちらも非常に大事な試合です。さあ、ここは着地狩りのスキンがしっかり決まって、出して、取れ、出し取れず、こうやって回避を読んで、しっかり空中からの空砲。さあ、ここはスピンを空下で止めて、ジャックです。ここはジャックでしっかりスピンを止めて、空中、これこれは、さあ、先ほどと同じ光景。空中へのカスやったから空中へ、本当て。さあ、これで早々に撃墜されてしまった。ケンソニック。これは非常に大きいぞ。リゾレッタ。スピンで、ジャックでスピンを止めていく。
後ろにかな、ほら空母繋がるぜ。さあ、回避も空母繋がるぜ。さあ、スピンからの空車はここが繋がらず、さあ 80% の 56% ストックではゆずさんが大きくリードしてるが、ストックリードしてる。これ空車止まらなきゃ撃墜にならない。さあ、これ大丈夫か、 NB で復帰。さあ、空中へからこれは繋がらず、さあ着地からよ。ところはザークでスピンを止めていく。これは空下狙っていくか、大丈夫。これは復帰できる。これは空下、さあだいぶリードを取っている。これはウエスマーまだ撃沈にならないが、しかしリゾデッタ相手の撃沈に大きこのこの戦い非常に取りやすくなっているが、これは横スマーしっかり合わせていく。さあ、4本目取ったのも、ユゾロゼッタ。ここで、イーブンに持ち越していく。さあ、ここで5戦目に突入。5戦目はカオスの終点化ですね。さあ、ここでユゾロゼッタの流れがいってしまったか？さあ、ここは何としても研さん側としては阻止したい、阻止して本当の最終決戦に持ち込みたいところ。さあ、先ほども勝者は決勝、このステージで勝敗が決してしまったステージ。ただダッシュで回避を勝っていく。つかんで上段から空中へ、しかしこれ入らず、逆にスピンからの空中へ戻ってしまう。さあ、着弾スピンからが、これ回避を見てしっかりスピンを入れる。さあ、火力は検査のソニックがだいぶ上回ってるが、さあ、ツッコも一緒にダメージを与えてるぞ。さあ、ここはスピンでしっかり逃げていく。おい、うまい、もう空中エンターの間、掴みを入れて、これは大丈夫。しかし、ダッシュエンド着地狩り、これは、カッサってなってしまって、さあ、掴みだけ一回で、チコを処理してしまう。さあ、このチコを処理した状況を大事にしていきたい。ここは回避を見て、空中で刺していく。非常にうまい。さあ、ここ空中所から。さあ、27%、31%、火力がどんどん稼いでいく。ケンソニックだが、ピンをジャックで止めて、さあ、ここは着地のウエスマピンから、空中所。さあ、スピン、ここでスピンヒット。さあ、これは回避、空所しっかり回避してる。ここで空中目ヒット。さあ、流れるようにこの5戦目を制したケンソニック、本当の最終決戦に持ち込んでいく。じゃあステージ決めます。はい、1戦目が戦場、2戦目がスマ村、3戦目がカロスの終点化、5戦目村とマッチで、最後は、終点ですね。はい、では1戦目は戦場です。
さあ、本当の最終決戦、まず1戦目。キャラは同じで、ロゼッタとソニック。さあ、やはりなんかもう、調査側決勝だったり、さっきの最終決戦だったり見てるともう、お互い流れ取った方が勝ちですね。お互い一気に流れ取りやすいキャラなんで、逆に流れ取られた方が、もう、落ち合い落としてる形ですね。さあ、どちらが流れを取るかっていう形ですね。さあ、まずスピンをジャックで止めて。ほら？スピンをしっかり回避かっていうか。さあ、ここは起き上がり攻撃。さあ、空砲当たらず逆に出しをもらってしまう。さあ、空中での暴れ。さあ、ここは着地狩りのウィスマね。さあ、ウエスマ、ウエスマが強い。スピンに勝ってる。ダークネス。チコを飛ばしてるが、しかしここは、チコ処理や、処理まではいかず。さあ、ここは、しっかり空した。これを決めて、さあ、一得目取ったのは、ユーゾルゼッタ。ところは、雑穀に対して、横様当たらず。さあ、スピンから、展開を作っていく。さあ、ここはスピンで、強引に、火力稼いでいく。そして、カチカチの上様。さあ、スピン当たって、さあ、78%、52%。さあ、下を狙おうとするが、しかし、スピンの方が速かった。さあ、これは空上当たらず、しかし、逆に、空中後ろ当たって、110%、学級倍空後は、学級倍できず、さあ、これ空中後ろ、カースターってたか、まだ激戦にはならない。さあ、ここは展開有利は、ユーゾルゼッタ、しかし、ここは、空中処理で撃沈されてしまって。さあ、しかし、ダメージで勝ってるのは、うまい今の。空中ユーゾルからの、ウエスマンヒット。さあ、ここは、横島合わず、これは、さあ、リードしてるのはユーゾルゼッタ。さあ、6%、109%。さあ、このまま流れで押し切られてしまうのか。さあ、ジャックでスピンを止めて、ウエスマン狙うが、しかしここは当たらず。さあ、スピンで、ご了承していく。さあ、ここ空母で、チコを処理していく。さあ、このチコを処理した時を大事にしたい。さあ、ウエスマの反撃を取れず、こう、ウエスマ、これは、ウエスマをクリヒット。一本目取ったのはユーゾルゼッタ。二戦目は、スマムラです。さあ、お互いやっぱり拮抗してますね。さあ、やっぱりこれ流れに注目したいですね。どちらが流れを取った方が勝ってるという試合が非常に多いです。さあ、次はどちらが流れを取るか。本当の最終決戦2戦目ステージはスマムラ。さあ、ここはしっかり相手の様子見て、着地にスピンを置いていく。しかも一瞬で処理をしていく。掴んで、上投げから掴んで、上投げ。さあ、ウエスマン、これ、ウエスマンヒット。さあ、火力を一気に稼いでった。ユーゾルゼッタ。ここは着地からのスピンを置いて、しかし、逆に必殺様をもらってしまって、これは
おっと、ほら大丈夫、大丈夫じゃない。さあ、これは非常に辛い状況。しかし、武器できる。しかし、火力を一気に持ってかれてしまった。さあ、ここはしっかり、空下暴れを読んで、ガードを張って、しっかり前投げで、しかも一緒に処理していく。さあ、ここはスピンを止められず、しかし、天外より作ってのはゆずろでした。ここは空下。横スマ、ここは横スマヒット。さあ、ここはバネで、復帰し、ここで横スマヒット。さあ、ロゼッタの復帰が非常に弱いため、ソニックの横スマシフト、スタシフトが勝っちゃってしまい、一足先行したのは、ケンソニック。ここはしっかり、様子見をして、しっかり上がってくる。ここは危ない、クエ。ここは上スマ狙っていくが、しかしこれは、スピンの方が早かった。着地狩りのスピン。そしてクウェイ。クウェイ。一気に流れを持っていくケンソニック。一瞬でロゼットを落としてしまい、2戦目取ったのはケンソニック。3戦目は、カロスの終点化です。さあ、3戦目はカロスの終点か。なんで上段から空中へ、空中はつながらず、次の空中はつながらず。さあ、 38%、 54%、 今度は浮かした状況を継続してるユーゾルでした。さあ、空中しろ、家に対してしっかり空中後ろを割っていく。さあ、これは掴んで上内から空中へは当たらず、しっかりかわしてる。さあ、ここは間合いをしっかり取って、スピンで火力を稼ごうとするケンソニック。クウェイから、さあ、今度はしっかりクウェイで、さっきほどやられたので、ね、しっかり解放してる。さあ、ここはダッシュエンに対してしっかり横スマ張っていく。ここかける前から、あっと、これは下スマ入らず、逆に DA をもらってしまう。大丈夫。さあ、これは上スマはしっかり避けて、さあ、ここはしっかり回り取るケンソニック。さあ、チコはまだ処理できず、ここは回避に対してしっかりスピンを決めて、そこからの空中までつなげて、さあ、一足先行したのはケンソニックだが、しかしまだ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 撃墜まだできるぞ、ロゼッタも。ここでウエスマ、このウエスマがヒットして、さあ、ストック5分。さあ、ここでしっかりスピン。さあ、ここは NB。 さあ、うまいですね、今の相手がニュートラル A で対応してるのをしっかり NB で逆にダメージを与えてきましたね。さあ、しかしここは着地狩りの DA ヒット、ウエスマー、さあ、着地狩りのウエスマーかな、ウエス、これはウエスマーヒットせず、さあ、暴れが通ってしまい、 53%、 50%、 これは危ない、割れそうだったが大丈夫。スピンからの火力。さあ、お互い非常にいい戦いをしてる。
出して取って、これ空中へ、まだ撃沈にならないが、さあシャスマンヒット、さあ有利状況を続けていく、譲らせた、さあここは崖上がり攻撃、ピンからのこれは空した、これがヒット、さ先ほどの空中上で、そうですね、先ほどの空中上で匂わせてるので回避を誘って空下で撃墜という形ですね。さあここで大手を取ったのはケンソニック、実はこの空下、そうですね、確か上に結構飛ぶので、そうですね、撃墜もかなりしやすいですね、相手の空回避を誘って。さあ4戦目は村と町、さあケンソニックここで優勝できるか、またまたイズゼッタ取り返して5戦目に突入できるか、さあ4戦目ケンソニックが王手を取った状況、さあここは上に逃げて、さあここ空した、さあジャックで上がりを止めて、ここで上スマヒット、空中から、さあ着地狩りしっかり取っているが、しかし逆にロゼットも浮かされてしまう、さあジャックが無敵に勝ち合ってしまって、ほらこれは横島ね、飛ばして、しかも反撃、さあ空下でスキン止めて DL 切り込んでいく、さあ上島と空中将がお互い当たってしまってダメージがお互い入る、さあこれは上から大丈夫、しっかりジャンプで逃げてる上島入らず、さあスピンを下から止めていく、これは大丈夫、しっかり相手の空中前を読んでガードを張って画面揺れてる、ここは空中将のヒット、これは読めなかったか、さあここは相手の甘い行動にしっかり空中で刺して、まず一足先行したのはユーゾロゼッタ、非常に速い展開、ジャグでここは取っていってダッシュで着地狩り、さあこれこうやったこれは後ろ投げ、まだ激戦にならない、ここはジャンプ上がりに対してしっかり上スマを刺していく、さあストックは5分、わからない展開、これは狙っていく、メデオを狙っていく、さあしかし展開的にはジョゼッタが少しリードを取っている状況だが、さあこれは大丈夫、復帰をして横スマ当たらず、逆に処理されてしまってともに前投げでダメージをもらってしまう、さあこれは空下もしっかり回避、さあ 8% 77% 分からない状況、さあどちらが勝ってもおかしくない、さあこれ着地から着地をしたいところ、しかし上スマは当たらず、さあスマの反撃を後ろ投げで取って、さあ 91% おっとこれはこれはこれはこれ、言葉を失ってしまった、ちょっと言葉を失っちゃいましたね今の、あれでちょっと撃沈されるのはちょっとあれですね、やっぱり悲しいとしか言いようがないですね。さあしかし何はともあれここを制していったユーゾロゼッタ、さあ5戦目ステージは終点、さあ最後に戦いにふさわしい終点、
さあ、本当の最終決戦、これが最後の試合、5戦目。さあ、これだけでも結構やってるね、本当に。ケンさん特に、なんだろう、サーモン選手を結構やってるから、だいぶスタミナがあれだと思うけど。さあ、しかし、ここは、スタミナの分もアドバンテージがある、ビルドデッタ。さあ、パーセントリードは、ケンソニック。ここは、さあ、ここは着地からのスピン。しかし、チコのハンデが強い。あっと、ほら。大丈夫、ギリギリ今の、ミニオン、メテオになってたら、ソニックが撃墜されてしまったでしょう。さあ、ここは崖上がり攻撃。チコも処理をして、来たんで、これはレバージョン早い。DA に対して、しっかりスピンと、空中昇で火力を稼いでいく。さあ、ここは射出まで取って、さあここはスピンがヒット、さあここはスピンをジャグで止めて展開有利で作っていく。ここ屈したまだ撃墜にならないが、しかしこれは非常に悪い展開。さあここはスピンをジャグで止めようとしてスピンを抑制させる。さあこれは屈した、これ着地があるよ。さあスマーしっかり取ってる、空中に出てる。さあ、極限でチコを処理して、さあ、この状況非常に美味しいが、これは、バーネを警戒してしまって、ドゼッタの UV が復帰できない。さあ、一足取ったのは、ケンソニック。スピンからの空中へ、空中へ、これは、空中前、うまいぞ、この火力稼ぎ。さあ、そこはジャックで。ダメージを与えて 49%、95%。さあ、流れは、ケンソニックに若干傾いていたが、さあ、崖岩空港はできず。さあ、スピンからの火力。そこは下すまで暴れていく。ここは上スマを見せていくか。これは、スピンからの空中へ。勝ったのはケンソニック。優勝はケンソニック、おめでとうございます。